はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、こっからヒリヒリした戦いが続くと、思うんですけども、まあちょっとキーマンをね、ちょっと一人だけちょっと上げたいなーっていうふうに思ってます。まあそのね、キーマンを発表する前に、まあ昨日のね、ちょっと試合についてちょっとね、軽くね、お話していきたいんですけど、まあ昨日、まあ4対3というところでね、まあその同点に追いついたんだけども、まあ結果最後10回ですね、10回の表にまあ点を取られて、まあ負けてしまったというようなゲームだったんですけども、まあ非常に印象的だったのが、まあビハインドの展開でもですね、まあケラー投手を投げさせたりとかっていう風に、まあ負けてるんだけども勝ちパターンを投入するといったようなね、あの投手起用っていうのは非常に印象的でした。まあ安倍監督がですね、あのまあ3連投、連投をまあ解除すると、で先発もローテね、中4日でやったりとか、そういった形でまあ投げさせていくという風に今発表されてまして、まあ強い意志というか、まあこの本当に9月っていうのは本当にみんなに頑張ってもらうっていうような、意志がすごく昨日の試合は現れてて、まあ結果負けてしまった。確かにミスがあってね、まあ岸田選手の補給ミスであったりとか、まあ岡本選手のね、ジャンピングスローというか、ランニングスローで悪送球してしまったりとか、まあそういったミスがあってね、まあ負けてしまったことは負けてしまったんだけど、まあその特に投手起用というところに関して言えば、非常にその強い意志が現れてたというか、なんならその勝ちパターンを投入して、まあね、波がこっちにこうガッと来て、まあ点が取れたっていうのも、まあ少なからずちょっとはね、あるんちゃうかなと思いますんで、まあ非常に、まあ安倍監督の強い意志というか、まあそういう投手起用に関して言えばね、そういったところの気持ちっていうのが、昨日の試合はすごく出てたんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、キーマンって、まあ、たくさんいると思うんです、正直。正直全員がね、活躍すれば、その優勝はできるんだけども、まあ、僕が思うにね、面白いなと思う選手が一人いて、まあ、もちろんね、先発とか、まあ、例えば岡本選手とか主軸の選手はもちろんなんですけども、今、ちょっと面白いなと思ってるのが、秋広選手面白いんちゃうかなと思ってて、昨日ね、代打で、ね、出てきて、で、小沢投手のボール、まあ全部まっすぐ、12球全部まっすぐだったんだけど、まあしっかり粘ってフォアボールを取ったんですね。で、皆さんも知ってる人いると思うんですけど、まあ秋広選手、まあ打撃フォームも結構大きく変えたんですよ。で、どういう風に変えたかっていうと、結構バットを立てていつも構えてたんですよね。こう立てて構えてて、そこからいつも打ってたんですけど、まあ今はですね、ファームでちょっとこう寝かしてね、手首をこう、寝かして、打っていくっていう、まあ、打ち方に変えたんですよ。で、まあ、ちょっと技術的なとこ言うと、まあ、何が変わんねんって話なんですけど、まあ、結果的に、まあ、どんな打ち方しても、バットって絶対横に寝るんですよ。絶対このまま立ったままってこうやって打てないんで、うん。絶対バットって、最後は横に寝るというか、こういう形になるんですよ。で、秋広選手ってすごく体も大きくて、まあパワーもあるんですけど、結構ポップフライであったりとか、あのフェンス手前で取られたりするボール、あの打球って結構多かったと思うんです。で、あれ、安倍監督もね、ずっとね、秋広選手に教えてる時の動画とかも僕めっちゃ見たんですけど、やっぱり安倍監督はバット寝かせろっていう風に言ってたと思うんですよ。それなぜかっていうと、先ほど言ったように秋広選手の打球って最後失速することが、多いですよっていう風に言ったと思うんですけど、バットを立てて、そのままこう結構直線的に入っていくような結構打ち方なんですね。で、それがなんで打球が失速するかっていうと、こうバット立ってますよね。そっからバットこう振りに行くでしょ。その時に、普通バットが立ってるバッターでも、最後って、こう寝るんですよ。こう寝るんですけど、そのまま秋広選手はこういう直線的な感じで動くんで、ボールに対して、カット打ちというかね、バットが立ったまま、こういう、横からの角度で見ると、こういう角度、ちょっと擦ってるような角度で入ってるから、ボールと、バットがしっかり面と面でブッとぶつかり合ってないんですね。だから、結果的に捉えたと思っても、最後のフェンスの手前で失速したりとかっていう打球があって、結構ね、うん、弱々しかったというか、あれなんでスタンド来えへんにゃみたいな打球って結構あったと思うんです。ファームの試合とか見てても結構あったんですね。で、バットを寝かすとどうなのかっていうと、バットを寝かしてるんで、こう、横と、バットと、このボールが、
直接当たりやすいというか、よく表現で熱く当たるとか言うんですけど、こういう感じで当たると結構こう、こすった当たりになるんですけど、この芯と芯をドカーンってぶつけると、打球ってめっちゃ飛ぶんですね。で、普通で言ったらアキロ選手も立てて構えてても、最後打ちに行くときにこう横に入ってくる、来たら、それだけ加速するんで、立ってるバットが横に向くと、そんだけこう加速するんで、もっと打球って飛ぶんですけど、アキロ選手の場合、立ったままこういう感じで、スローで言うと、こういう感じで出ていくんで、だからミートはすごく上手いんだけど、ヒットは打てるんだけど、結構長打が打てないみたいな。最後、失速するみたいな打球の原因は多分そこにあったと思うね。で、まあファームで結構こういう感じ。まあ、イメージで言うと、まあ、広島の秋山選手とか、オリックスに行った西川選手とかみたいな、ちょっとこういう感じ。ちょっと脇開けて、ちょっと寝かしてみたいな感じに変えたんですけど、僕は絶対あっちの打撃スタイルの方がいいと思うし、そっちの方が多分打球も飛ぶし、多分刺されることがあんまなくなるんちゃうかなと思うんですよね。それもなぜかっていうと、バット立って結構前って、テイクバックも結構大きく取って、足引いて、手も引いて、そこから打ちに行ってたって感じなんですけど、だから、まあ、余分にあるんですよ。二段でタイミング取るみたいな、感じだったんですけど、今は寝かしてるから、寝かしてちょっと引いてそこからドーン出るから、絶対そっちの方が刺されにくいし、準備も早くできるし、打球に対して、こう、ボールに対して熱く、芯と芯をぶつけられるんで、絶対あっちの方が率残ると思うんですね。率残るし、打撃も、打撃のパワーのところに行っても、絶対あっちの方がいいんですね。だから、まあ、まあ、彼なりの、まあ、考えであったりとか、まあ、打撃スタイルであったりとか、いろいろあったと思うんですけど、まあ、安倍監督も絶対ね、安倍監督も現役時代、こうやって寝かし、こんな感じだったじゃないですか。だから、別に、絶対寝かせろとかじゃないんだけど、結果的にバットって立ったままは出てこないから、結果的にこう横向いて最後はね、ボールに対して当てるわけだから、アキロ選手はその使い方がちょっと下手だったんで、それを強制するためにもね、元から寝かしてあげた方が、バットっていうのはスムーズに出るんで、絶対あっちの方がいいんでね。打ち方だったら僕打てるなっていう感じはするんで、まあ、昨日のフォアボールの取り方もそうですし、まあ、変化球をね、マークしながら、ストレートを、手前まで引き寄せて、ファールを打ってるっていう、まあ、非常に高度な技術でもあるので、で、もともとミートが上手いっていうのがあるんで、非常に、出場していければ、今の浅野選手ね、すごく活躍しますけども、まあ、それに、近いぐらいね、頑張ってくれると思いますし、まあ、去年もね、すごく前半戦なんかめちゃくちゃブレイクしてたわけですから、それぐらいの力はあるわけですからね、全然ね、やれるんじゃないかな、っていうか、ワンチャンキーマンになりうるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、起用方法なんかも考えていくと、やっぱり、まあね、限られてくるのかなっていうふうに思ってて、というのも、やっぱり秋広選手が出場するとしたら、まあレフトか、まあファーストになってくると思うんですけど、まあ今の、巨人のね、布陣なんかも考えると、大城選手がキャッチャーに行く、キャッチャーで出場するときは、多分出れると思うんですね。ファーストでやったりとか、っていうところで、だから今現段階でね、まあちょっと断言することはできないですけど、まあ秋広選手が例えば代打とかで結果を出してきてっていう風な話になってくると、多分大城選手がまあキャッチャーに行くときにまあファーストに入る可能性が非常に高くなるんちゃうかなっていう風に思ってますし、そこでねまたすごくいい活躍をすると、もしかしたらレフトで出場するみたいなこともあるのかなというふうに思うので、レフトで出場するとしたら秋広選手レフトになって、大城選手、サードが岡本選手かな、で、ショートが門脇選手で、ファーストが、違う間違えましたね、レフトを秋広選手するんだったらサードモンテスで、ショートが門脇選手で、ファーストが岡本選手で、キャッチャーが大城選手ですね。これだと、非常に、まあ、いい形でね、回るのかなと思うので、まあ、岡本選手がね、打ってくれたりとか、ね、主軸が打ってくれたり、まあ、坂本さんもそうですけども、もちろんなんですけど、やはり、なんか昨日のね、ファーボールの取り方なんかを見ると、秋広選手ね、期待できるなというふうに思うし、あの打ち方だったら、非常になんか、ボールをね、線で捉えれるような、イメージがすごく見てて湧いたんで、今日ね、こんな感じで動画を撮らせていただこうかなというふうに思いました。はい、そんな感じでですね、まあ、いろいろキーマンいますと。まあ、ピッチャーもちろん大事ですと。先発なんかがね、一番ね、頑張ってもらわないといけないんだけど、
まあ、それも踏まえた上で、まあ、昨日の秋広選手のちょっと、あの、代打の、打席内でのね、まあ、あの、対応の仕方なんかが、ちょっと変わったなっていう感じがあったんで、打ち方ももちろんですけど、変わったなっていうところがあったんで、非常にね、浅野選手もそうですし、秋広選手もね、若い力っていうところが、これから出てくるんじゃないかなというのを思ってて、まあ、キーマンというところで挙げさせていただきました。はい、そんな感じでね、ヒリヒリした戦い続きますけども、ジャイアンツね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。